鈴木 PV50 エポは、かつて鈴木が製造していた、原動機付き自転車である。9番の発売時の型番から PV50 とも、呼ばれている。1979年に、本田技研工業の人気モデルモンキーの対抗車種として発売された、旧型は型番が PV50、新型は型番が 72A で始まる。エンジンは、空冷2サイクル単気筒 49cc。 車体デザインはフレームの水平に通ったパイプのラインを基調にまとめている。またフロントフォークブーツがない斬新なデザインとなっており、タイヤは前後とも8インチタイヤを装備していた。エンジンは RGK エンジンをデチューンされたものが搭載され、最高出力は 3.8PS となっている。当初の発売時にはモンキーの人気に立ち打ちすることができず、数年間で 販売終了となった。その後1993年に塗装変更のみで同じスペックでのリバイバル発売を行ってユーザーを驚かせたが、この時も数年間で販売終了となっている。ライバルであるモンキーと違いにサイクルエンジンを搭載していることから一部のマニアに人気があるが、モンキーとは違い、アフターパーツはほとんどない。ありがとうございます。